皆さんこんにちは。これからの時間は2024スーパー GT 鈴鹿 GT100km レース決勝の模様をお届けしてまいります。さあ今 GT500 クラスからフォーメーションラップがスタートしました。さあ雨が降りしきる中でのスタートということになりました。全7台がまずは GT500 クラスフォーメーションラップに入っていきます。そして GT300 クラスも予選は7台でしたけれども、決勝は8台の出走となりました。そして今 GT300 クラスの、フォーメーションラップもスタートしていきましたね。さあ簡単にではありますが、まずはスターティンググリッドの方を紹介してまいりましょうか。まずはカーナンバー8番です。 ARTA 無限シビックタイプ RGT ドライバーは気高き覇者。2番手スタートカーナンバー14番エニオス X プライム GR スープラはカゲロウ。3番手スタートカーナンバー64番ボリューロシビックタイプ RGT はダンデライオン。4番手スタートカーナンバー38番キーパーセルモ GR スープラは元 GT。 3列目カーナンバー36番英雄トプス GR スープラは KR マッス。6番手スタートカーナンバー3番ニテラモチュール Z はそして7番手スタートカーナンバー12番バレリーインパルデットは7番手からスタートという全 GT500 クラス7台のスターティングになります。続いて GT300 クラス、こちらは圧倒的なタイムでポールポジションを獲得しました。カーナンバー2番ムータレーシング GR86 ドライバーはルーキープレイヤー。2番手スタートフロントローに並びますのはカーナンバー22番 RQs MDTGドライバーはカゲロウ、失礼、唐揚げですね。2列目カーナンバー48番脱毛猫猫 GTR ドライバーはコンゴ。4番手スタートカーナンバー61番スバル R&D スポーツ VRZ ドライバートリオシ。3列目カーナンバー62番ヘルブモータースポーツ GTR ドライバーはクロス。カーナンバー18番アップガレージ NSX GT3 はオッサン。6番手スタート7番手スタートカーナンバー65番レオンピラミッド AMG ロービー。そして最後尾スタート予選出走できませんでした9号車パシフィッククリスモナック AMG はレグルスが8番手から追い上げます。全15台この100キロのスプリントレースが始まってまいります。さあ久しぶりの混走レース、さあどんなドラマが待っているんでしょうか。さあ最終コーナーからだんだんエキゾーストノートの音が聞こえてまいりました。全7台日本3大メーカーが誇るモンスターマシン GT500 クラス、2024スーパー GT 鈴鹿 GT100km GT500 クラス今スタートが切られました。まずはどうでしょう、蹴り出しはインディーカースタートで始まったこの GT500 クラスですが、さあまずはホンダ2台がいいスタートを切っていったでしょうか。8号車それから2番手64号車、3番手には5番手スタートの36号車上がってきたでしょうか。4番手に交代なのはこれエネオスですね。エネオスが4番手、5番手にマレリー、それからキーパーが並んでるでしょうか。さあそしてスタートと同時にですね、雨も止んできたというところになっているでしょうか。続いて GT300 クラスです。こちらは世界 VS 日本その頂上決戦、2024
スーパー GT 鈴鹿 100km レース、今 GT300 クラスのスタートも切られました。まずはこちらムータがいいスタート、2番手22号車、おっと、そして後ろではカーナンバー61番、今トレオシが今かなり好スタートをしていったというところじゃないでしょうか。1コーナー好スタートが見られました。さあオープニングラップ、現在 GT500 クラスは肉弾戦だ。さあトップ7が固まった状態で、さあスプーンカーブに入っていく。そしていつの間にか2番手に上がっているのはエネオスだ。これは先ほど5番手にいたエネオスですが、一気にポジションアップ。さあしかしトップは依然変わらず ARTA だ。 ARTA エネオス、それからマレリー6番手、失礼、7番手スタートのマレリーがなんと3番手まで浮上。そしてその後ろ5番手争いは 130R サイドバイサイド、ニテラとそれから AU、 現実ではタイトル争いをしているこの2台ですが、そしてアステモシケインでアウトサイドから14号車が抜いてきた。さあオープニングラップ、8号車が取るかと思いきや、なんとここは14号車が取っていくということになります。さあしかしここトップ3は、さあ面白いことになっている。さあサイドバイサイドになった。1コーナーまででどうだ、シビックが壊しかけに行きますが、大外刈り成功か、大外から行った。8号車、そしてそれに乗じて12号車も行く。12号車が今1コーナーインサイドから仕掛けに行こうとしましたが、 SG アウトサイドから行かれてしまいました。そしてピットイン組がいますね、スリックタイヤに変えた組。さあここから一気に路面が乾いてくることを予想して、さあまずピットイン組ではまず AU が先頭で出てきた。 AU、 それからモデューロ、そしてキーパーの順でピットが出てきました。さあ GT300 クラスはこちらはまだピットに入るマシンいません。そしてでこちらの2台はどうでしょう。あー入るか。さあこの2台が GT300 クラスでは唯一、スリックタイヤに変えるということになるでしょう。さあトレオシとローミがピットに入ってきました。さあしかしトップ3はステイアウト、2号車、22号車、48号車、それからレグルスですね、8番手スタートのレグルスが4番手まで上がってきた。クロスは5番手、6番手にもおっさん。さあ GT500 クラス、こちらは8号車がだんだんリードを広げていっているでしょうか。後ろとの差は約1秒というところ。さあレースは現在2周目。さあこの雨からドライという路面、誰が適応できるんでしょうか。日産勢2台はステイアウトを選びました。ホンダ勢、それからスープラ勢は、判断分かれましたけれども、さあ GT500 クラス先ほど入った3台以外のマシンがピットに入ってまいりました。さあこれはケアルマスの位置が注目ですよ。さあ現在アウトラップ中のケアルマス、その後ろからダンデライオン、モト GT と続いておりますが、さあ今からタイヤ交換、8号車が今タイヤ交換をして今ピットから出ていきます。ミディアムタイヤ、そしてカゲロウはハードタイヤだ。さあピット出口で交錯するぞ。さあ8号車がまず先頭だ。そして14号車、それから KR マスが3番手。さあここからタイヤが温まっていない、前2台を攻略していきたいところ。4番手カルト、5番手西、6番手ダンデライオン、それから7番手モト GT はポジションを失ってしまった形となりました。さあそして GT300 クラスの上位陣はどうでしょう。ピットに入るマシーンがいますね。はい、2号車、22号車、9号車、48号車、あそして62号車と、おっと18号車ギリギリ、62号車ここはステイという情報。さあここはどうなるでしょうか。ピット戦争で、さあここは面白いところになってきました。おっと、そして先ほど7番手を走っていた38号車がなんと前出ているぞ。これは何があったんだ。あー64号車が何かあったんですね。そして36号車もその前に何かあったんでしょう。ニテラも、遅れてますから何かがあったんでしょうか。
さあ、雨からドライの路面、しかしまだ全車スリックに履き替えてありませんけれども、大半がドライタイヤに変えた状況。しかしまだ路面にウェットパッチは残っているという状態ですね。さあ、トップはカーナンバー8番 ARTA、 2番手カゲロー14号車。この差は1秒2という差です。さあ、3番手カルト、4番手モト GT、 5番手ダンデライオン、6番手マス、7番手西というところ。さあ、そして300クラスはどうでしょう。2番手もう上がってきた、9号車ウィスポは上がってきました。22号車、48号車を抜いてもうここまで上がってきました。最後尾からの追い上げ、9号車。さあ、スプーンカーブに入っていきます。その後ろ、コンゴと唐揚げ、この3番手争いを見ものですね。そしてその後ろ、ウォッサンとトレオシなんですが、こちらは18号車にホワイトラインカットのペナルティという、このラップタイムの下にペナルティ3秒というのが出ておりますけれども、この消火ライン、西コースのこの黄色い消火ラインで今減速をしてですね、行ったところ。そしてその間に64号車も今抜いていきました。あーと、ただここはコースアウト。あー、ここはスピンだーと、おー、360度持ちこたえましたね。さあ、そしてインターメディートタイヤで3周ほど引っ張っておりました。62号車がこれピットアウトしていきます。さあ、これで戻る位置というのは5番手あたりか、あ、失礼、6番手あたりですね。61号車の後ろというところで6番手で今復帰していきました。さあ、そして GT500 クラストップ陣なんですが、あら、なんとなんと、こちらは14号車ポジションを2つ落として4番手を走行。これは何があったんでしょうか。リプレイでは見られません、申し訳ございません。いやー、これは何があったんでしょうか。1分58秒台ですからね、これは何があったんでしょう。さあ、そしてこちら22号車、おーっと、そしてか、こちらカーナンバー36番 AU だ。あー、もう1コーナーの縁石に乗ってしまってウェットパッチというところですね。いやー、これはさあ、各社水のある路面に翻弄されているでしょうか。さあ、現在トップ8号車全体ベースを叩き出してリードを広げているところ。2番手12号車、3番手モト GT、 トップ3は3メーカーで枠合ってる状態。4番手エネオス、5番手64号車、6番手36号車なんですが、西、これ何かありましたね。あー、デグナー先でスピンですか。いやー、これはそうですね、先ほど言った通り翻弄されています。さあ、そして GT300 クラスのトップ争いだ。2号車、9号車、48号車、このトップ3台が固まっています。さあ、これはミスが許されない状況。まだウェットパッチが残りながらもバトルをしなければなりません。さあ、リアを少し滑らせながらの9号車。さあ、後ろからは48号車も狙っている。あー、そして8号車だ、今1コーナー、これは1コーナーですね。いやー、これは8号車一番恐れていたところ、ウェットパッチに乗ってスピンだ。2号車、2コーナーですね、2コーナーでスピン置きしてしまいました。これにより4番手まで順位ドロップ。これでトップは12号車マレリ・インパルゼット。
さあ、そして画面変わってカーナンバー2号車、あーそうですね、ムータレーシング、おっと、あーこちら14だ、あーそしてデグナーはかなり危険ですね、まだ濡れている状態ですね。デグナーのアウト側の縁石は水が溜まりやすいところですので、足元をすくわれやすいポイントでもあります。さあ、まずは GT300 クラスとトップ争いを見ていきましょう。さあ、まずは2号車がトップ、2番手にはレグルスの9号車、3番手48号車、その後ろ12秒離れてトリオシクロスと続いています。わーっと65号車だ、これは危ないところでしたけれども、ダメージありません。今130ぐらいで止まっていました、65号車。さあ、そしてここから混走が始まっていきました。12号車が先ほど今22号車をかわしていったシーンが見られましたね。そして2番手にはこの38号車のキーパー、さあラインを外さなくてはならない、この GT500 にとってこの混走はかなり難しいところでしょう。さあ、現在ワレリがトップ、12号車、2番手モト GT、 その差は 1.8 秒差、3番手ケダキャチャ、4番手ダンデライオン、さあそして GT300 クラスのトップ争い、やや離れましたね、レグルスが若干離れたでしょうか。こちらは1秒差あたりですかね、 1.1 秒あたりまで差を広げましたルーキープレイヤー。そしてコンゴが3番手前との差も5マーチ強というところで、ここは若干等間隔になりつつあるというところでしょうね。さあ、トップは現在ここですね、おっと、そして前では、あー今青い、あー61か、61号車が今スピンを切していたんですね。先ほどクロスといいところを走っていたんですが、ここはスプーンカーブでスピンというところ。さあ、12号車が現在トップ、レースは残り12周です。さあ、これ止まった、あーっと、あーエンジンだ、エンジンもいっている、いやー、これは激しいクラッシュだ、65号車、さあセーフティーカーが出ました、セーフティーカーです。さあ、これでセーフティーカーが出ました。今はね、あーずっと止まっていた65号車、今、はい、今動きましたね、65号車が今動きました。おそらくダメージはジャックという設定にしてありますので、どうだったでしょうか。さあ、
これは何ですか。あー、ピットクローズ中のタイヤ交換、これはダメだ。いやー、65号車今タイヤ交換しましたよね。いやー、これはダメですね。ペナルティになるかなというところでしょう。隊列に追いつかなければなりませんとかね、まとめしますね。さあ現在セーフティーカーランが行われております。この後順位整理をした上で、再開ということになりますね。さあストレートに各マシン帰ってきました。マーズ GT500 クラスは先頭は12号車ですね。12号車は先頭に並びます。300クラスは先頭がまだ帰ってきていませんので、この3台は行っていいですね。300クラストップを捕まえるために、3体を前に行かせました。さあ2号車を先頭にマシンを止めます。さあセーフティーカーが入りまして、現在ストレートに整列中、下位3台ですね。周回遅れになりそうだった GT300 クラス3台を前に行かせて今整列中となっています。さあ今
GT500 クラスからセーフティーカーランがスタートしました。さあもうこれでドライになったかな。この辺はかなりドライになったんじゃないでしょうか。この数分さあ整列が完了しましたので、GT300 クラスのセーフティーカーラン開始ということになりました。さあ各クラスここからまた戦いの火蓋が切られるということになります。シビック勢の巻き返しになるんでしょうか。さあ現段階では日産勢の下克上となっておりますが、からどんな波乱が待ち受けているんでしょうか。さあセーフティーカーインスラップが出されました。この次の週から再開ということになります。そして先ほどのピットで何のタイヤを履いているのかで、この先もう一回ピットに入ることがあるのかないのかということになりますね。さあ間もなく3スタート。さあ現在 GT500 クラスの隊列は西ストレートを通過中です。さあ現在の順位をおさらいしておきましょう。現在トップはカーナンバー12番マレリインパルゼットカルト、2番手から元 GT キーパーセルの GR スープラ、3番手先ほど1コーナー2コーナーでスピンがありました池田垣覇者、そして4番手64号車ダンデライオンという3番手4番手にはシビック勢、5番手にニテラの Z 西、そして6番手カゲロウマスと若干スープラ勢が低迷しているかというところ。そして GT300 クラスは2号車がトップ依然変わらずです。しかし、その後ろ9号車そして48号車の巻き返しはあるんでしょうか。まもなくリスタートです。さあ12号車がここから今加速していきました。さあレース再開。さあ西がピットに入っていきましたね。カーナンバー3番ニテラモジュール Z がまずピットに入っていきました。さあそして2番手争いだ。リスタート1コーナーでさあ8号車それから38号車がアウトから8号車しかしコースアウト。ここでなんとか復帰していくが14号車に行かれてしまった。そしてケアルマスが前の8号車を狙っている。そして西は今ピットアウト。そして GT300 クラスも今リスタート。若干水しぶきを上げながらのリスタートということになります。
さあここはどうでしょう。ルーキープレイヤーがいいスタートを見せていきました。レグレストは約1秒保った上でリスタートをしていきます。そしてコンボ、それからクロスと続いていきます。この GTR 同士48号車が今1コーナー若干はらんだところ、そのインサイドから62号車がインサイドから狙ってきまして、これで3番手表彰台圏内に浮上。さあ GT500 クラストップは12号車マレリインパルゼットのカルトがトップ、2番手に38号車キーパーなんですが、その後ろからはもうダンデライオンが来ている。さあ64号車が一気に追いついた。このスプーンカーブで一気に追いついて、さあここからの出口加速勝負になりました。さあ 130R でアウトから行く、アウトから狙っていく、アウトサイドから並んだ。もう 130R 飛びれた、戻ってきた。64号車2番手浮上、しかしまだ38号車も狙っているか、立ち上がり勝負では負けていないか。さあ2番手からこれ5番手ぐらいまで一気にパックになりました。さあダンデライオンにまず仕掛けに行きたい元 GT、 その後ろからはエネオス ART と続いていく。さあモデュールがまず1コーナーは2番手で通過。そしてキーパーエネオス ART へと続いていきます。そして6番手 EU がつけている状態。さあそしておっとこちら入れ替わっているぞ、 GT300 からストップ。9号車がトップに浮上していました。そして2号車が2番手、そして3番手以降はこれはまだ大混戦模様。 GT3、 あそして48号車これピットに入ります。これによって唐揚げ、それからトレオシが1つずつポジションを上げる形。さあそしてトレオシに対して22号車 RQ ズが仕掛けに行く、仕掛けに行く。1コーナーインサイドから22号車飛び込んでいった。さあこれで1コーナー2コーナーにかけて22号車これは綺麗にオーバーテイク。さあ GT500 クラス見ていきましょう。2番手に上がったダンデライオン、さあこちら前のカルトを追っていきたい。そして3番手にカゲロウ上がっている。そして4番手争いだ。いやー元 GT が一気にポジションを落とした。さあここからストレート勝負になった、西ストレート。さあシビックそれから GR スープラの直接対決だ。さあ試験にかけて全開区間は若干シビックに分があるか。さあウィンカーを出しているのはこれキーパーですね。さあ ARTA がこれで4番手に浮上してきた。ポジションを取り戻してきました。しかしこれで ARTA それからキーパー両方ともピットに入ってきました。さあ両方ともにタイヤなかったんでしょうね。さあこれによって3番手カゲロウ、そして4番手にマッスが上がってきました。さあこれどうでしょうか、ニテラが上がってこれるか、アンダーカットは成功するのか。アンダーカット成功だ、まだピットから出てきません。気高き覇者はソフト、そして元 GT はミディアムタイヤで今ピットから出ていきました。さあそして9号車それから2号車この差は 1.4 秒差、その後ろ22号車になりましたね。あら62号車これは何があったんでしょうか、ミスがあったんでしょうか。3番手から一気にポジションダウンしていますね。さあ若干リアが滑、あーっと危ない、今ピットインギリギリなところ。さあそしてウォッサンと、あこれは65号車ラップダウンのマシンがいますね間にね、65号車さあピットに入って、もしかするとこれコンボに行かれる可能性があります。クロスさあピットに入ってきました。ソフトタイヤを先ほどまで使用していましたが、さあタイヤ交換をしてピットから出ていきます。ソフトタイヤにまた変えてピットアウトしていきますが、ホワイトラインカットのペナルティ3秒が入っていました。いやーこれは重いペナルティになりました、62号車にとって。さあそしてトップ争いだ、64号車それから12号車この2台が急接近。さあダンロップタイヤそれからブリヂストン、このタイヤメーカー意地をかけたこのトップ争いが始まりそうです。
さあその差は1秒を切ってきた。残り5周。さあそしてその差はコンマ9秒切ってこようかというところ。さあ64号車さあシビック勢の巻き返し、さあこれに注目していきましょうか。さあ64号車もう一画面に収まるところまで来ました。さあマレリに対りして、さあ64号車コンマ7秒差だ。さあこれはいいバトルになりそうだ。さあ12号車それから64号車、さあこの2台のタイヤメーカーをかけたバトル、そして日産それからホンダそれぞれのブランドを背負ったバトル始まっていきそうです。残り5周。さあそしてタイヤを持つのかというところもありますからね。今回タイヤ消耗タイヤ倍率は4倍となっています。さあ各陣営何タイヤを選んでいるのか、柔らかめを履いているのか、それともミディアム系のタイヤを履いているのか、それから柔らかめというタイヤもありますが、さあその差は徐々に縮まってまいりました。コンマ6秒切ったというところ。さあ最終コーナーから2台のマシンが見えてきました。さあその差はコンマ4秒切って、さあもうバトルをする圏内になってきたかな。さあ1コーナーここは64号車仕掛けるまでには至りません。さあここバトルをしていると後ろから14号車も追いついていきますから、さあこのトップ2台だけではなく、その後ろカゲロウそれからその後ろケアルマスの au と続いていますから、このトップ4のバトル注目になってきます。さあダンプコーナーを立ち上がって、若干ここではですねダディアの影響を受けて差が若干開いたでしょうか。さあそしてデグナーカーブまだ水たまりありますね。若干まだ水が溜まっている状態。さあレース残り4周。さあ64号車が果敢に攻めていく。その差コンマ5秒切った、先ほどと一緒。さあそしてスプーンカーブへと入っていきます。いやー近いなー、コンマ2秒差。さあ入っている、スリップストリームに張り付いた。64号車が12号車に対してのスリップストリーム張り付いてアウトサイドから狙っていく。並んだ並んだ、アウトからはさすがにいけないか。ただし牽引勝負並んだか、しかしここはいけない。いやー熾烈なバトル。さあ GT500 クラス首位争い動きがありそうです。カーナンバー64番、それからカーナンバー12番。さあサイドバイサイドストレートはどっちが伸びるのか。ほぼ5分、ほぼ5分、若干シビックが伸びているか。1コーナー勝負64号車、しかし2コーナー若干膨らんだか。しかしここは12号車を抑えて、なんとここでトップに浮上してきました。さあシビックが8号車に変わって64号車上がってきました。さあしかしまだついてくる可能性ありますからね。12号車、その後ろからカゲロウも 1.5 秒差近づいてきています。さあそして GT300 クラスの首位争いもこれ見ものですよ。さあこちら9号車、それから2号車、そしてこちらは18号車と48号車もこれ近いんですね。さあそしてここから混走が始まっていく。残り4周なのに混走が始まっていった。さあ64号車と12号車、その差はコンマ4秒差、まだそんなに開いてはいないかなという状態でしょうか。まだ12号車もトップを狙える位置にはつけています。
さあ前にはバトルをしている18号車と48号車がいますから、このリレーをどうやって攻略していくか、ここが鍵になってくるでしょう。あ、ただおそらくこれストレートでいけるかな、ダンデライオンは。はい、試験員では詰まることはなさそうですか。さあウォッサンと今コンゴは接触したか、試験員で。ああ、これは突っかかってしまったか、ダンデライオン。そのアウトサイドから12号車がまた狙っていく。さあ最終コーナーから64号車一気にチャンスからピンチへと変わってしまいました。さあ12号車、いやー、間に GT300 置きたいところですが、あ、ただここは48号車譲っていきましたね。あー、しかしこれ14号車は逆にかなりロスをしてしまったということになったでしょうか。そうですね、前との差2秒ですからね、ここは一切許されない。そしてダンデライオン、ここは前の65号車を抜いていくというところ、ダンロップコーナーを越えてきました。トップ3台の差が2秒切ってきた。さあそしてエネオスもここデグナーで抜いていきましたね。さあ 1.7 秒差です、エネオスも。ただエネオスにとってまず最初の壁になるのは間に入っているこの12号車になるでしょう。さあなんと残り3周でトップ3メーカー、意地と意地がぶつかり合います。このトップ3メーカーが最終盤バトルということになりますか。さあそして GT300 クラスのトップ争いです。9号車それから2号車、さあここはどうか。2号車が前の9号車に対してどのようにオーバーテイクをしていくのか、ストレートもブレーキングも前の FIAGT3、 この AMG の方が勝っている状態ですからね、ストレートは抜くのは難しいんじゃないか。しかしコーナリングが早いという特性を生かして2号車は抜いていきたいですよね。この1コーナー2コーナーでは抜いていくことはできません。さあ残り2周になりました。64号車依然トップ快走中。おーっと、そして今62号車ヘルムモータースポーツの1台がスピンをしていましたが、いや大混雑ですねここはね。あー、ここは単独でのスピンということになりました。あー、そしてピットに入りましたね。さあそしてこちらは、あ、2番手争いになりますか。さあマレリとそれからエネオスだ。さあコンマ4秒切ってくるかというところ。さあここでタイヤが少しずつ、マレリのタイヤが傷んできたでしょうか。12号車のタイヤがきつくなっているように思います。挙動的にもラインの自由度があまりないように思いますが、さあカルトが後ろからのカゲロウの攻撃防げるでしょうか。トップも見えないところではないので、ここはできるだけ早めに抜いておきたいところでしょう。ただその差をコンマ5秒差、ここからスリップストリームを使って抜いていきたいところですが、今回の鈴鹿の風向きはホームストレート、それから西ストレート追い風です。さあカゲロウ、このブレーキングでレイトブレーキングをしていって、さあ12号車に対してですが、ただここは抜くことはできませんね。さあトップ3、いや一画面になりました。さあコンマ5秒差トップ3が1秒の差に収まってきました。さあそして、あ、これもしかするとこのトップ争いに絡んでくる可能性ありますね。後ろの3台の GT500 のマシンもし絡んでくるということになると、最後に一波乱あるかもしれません。 GT300 クラスの首位争い、それから GT300 クラスの首位争い、500
500、300それぞれのトップ争い今、いやーすごい僅差だ。いやーこんな団子で GTO クラス前の2号車に対して迫っていく、前の300クラスの争いに対して迫っていく。いやートップ3台日清ブレーキアピン、まずインサイドを抑える。14号車が2番手を狙っていく。さあ立ち上がりサイドバイサイドになった。64号車12号車それから14号車、ここはスプーンカーブ前のこのマッチャンでいけるかな。マッチャンで抜いていくことに成功。あーっとここはギリギリ危ないところ、攻めていったダンデライオン。そしてカゲロウも今9号車を一気に抜いていく。さあ GT500 クラスのトップ争いはこのままか、このままか、コンマ3秒差最後の試験。この差であれば64号車仕掛けられないはず。コンマ2秒差になったが最後の試験突っ込んでいくことは大か。あーブレーキング失敗した。ここで接触、ここで、あー14号車コースアウトだ。さあ300クラスも500クラスも首位争い動きがあった。12号車が最後の最後、最後に大波乱。12号車がトップチッカー。そして300クラスは何があったのか、トップ入れ替わった。いやーどちらの、あーコースアウトがあったんですね。いや最後ドリフトしながら最後の最後のバトルを制して2号車がトップでチェッカーを受けました。いやすごいレースになりましたね今回のレース。そして4番手西、5番手ケタカキ覇者、6番手モト GT、 7番手キャルマス、そして300クラス優勝ルーキープレイヤー最後の最後粘り勝ち。そして2番手レグルス、3番手、唐揚げ、トレヨシ、コンゴ、オッサンと続いて、そして最後にクロスがチッカー。以上15台がチッカーを受けました。とんでもないレースになりました。さあ GT500 クラス優勝はカルト、カーナンバー12。最終コーナー一波乱がありました。さあということで2024スーパー GT 鈴鹿 GT100km レース、今走決勝レースの模様をお届けしてまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ感想ですねコメント欄に書いていただきたいなというふうに思います。さあということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。